え、コーヒー飲んでいいんすか？はい、どうぞ。おー、いやー、申し訳ないな。毎日一缶ずつだけど、はい、今まではさ、うん、やっぱ5、6缶飲んでるから、日に。もう目が覚めたらコーヒーだし、うん、はい、1ヶ月に、うん、まあ大体1回か2回ぐらい、引きこもってるからさ、うん、はい、マシン1ヶ月に1回か2回。あ、まあ、出ることは出るんだ。出ることは出る。うん、出るときに、はい、まあ大体さ、ちょっと、ちょけてるというか、うん、なんか、スカスカ感じの気分になるときあるじゃん、街に出たら。あ、なんか、ふわふわしてるような。なんか、ちょっとは、今、いけてる、感じ出てるな、みたいなときあるじゃん。雰囲気はわかる。そういったときに、僕、ドトールとか、うん、その、サンマルクカフェとか、入って、コーヒー頼むんだけど、はい、それもなくなっちゃったからな。うん、いや、一番行きたいのは、サンマルクカフェなんだよね。あそこは、はい、おしゃれな。パッフェが、うん、パッフェ、選べる15種のパッフェが、うんうん、390円とかで置いてあるから。安いね。何、行ったことないんかい。俺サンマルク行ったことないんだよ。うわ、サンドイッチとかもあるとこでしょ。サンマルクだから390円なんだろあれ。多分値段にかぶせてんだろ。サンマルクだから、うんうんうん、知らんかった。僕も適当に言ったそれやったら309円だろ。うん、309円でパフェが出せるかい今の時代390円でもカツカツよ。コーンフレークはうまいよ、うん、コーンフレークはうまいが、そのソフトクリームパフェの下に入ってるコーンフレークは邪魔、うん、あ、歯に残るだけ全部ソフトクリームしてくれ。セイコーマート行ったら安くいっぱいソフトクリーム売ってるけど、そんなガチガチのパーツでソフトクリームってシティ派なのさ。いろんな新しいフレーバー。ほんと？でもあれ、あそこは牛乳とチョコとイチゴだろ、うんうん、メインは。あと夕張メロンソフトクリームとか。邪道だね。だいたい夕張メロンなんて入ってないよ。ただのメロン果汁だ。あと色つけてるだけで。数パーセント。オレンジにつけとけば夕張メロンになると思ってるだけだ。ただのメロン果汁だ。え、今日なんかあったの？だからそのコーヒーが飲めなかったんすよ。ああ、一日。そう。いや、はい、その、外に出たんだけど。ああ、はい。かっこいい気分だったんだけど。うん、あ、俺、今、おしゃれなメンズ、うん、シティビゲン、はい、気取ってるみたいな感じの空気を、うん、一瞬醸し出したんだけど、うん、でも、行けなかったんだよ、カフェ。紅茶とかないの？紅茶？コーヒーじゃなくて。いや、一生で一度も飲んだことないから、わら。ダメか。唯一高校の時のリプトンの紙パックの紅茶しか飲んだことない。あ、う、あ、ん。それ以外飲んだことないわ。いや、そのパフェと、うん、まあ、コーヒー以外の何か飲み物であれば、いいんじゃないかなって。僕は飲むもんないよ。サンマルクカフェは。メニュー見てる？いや、文字目に入らん。パッパラパラ。3分の1ぐらいマスクしてなかったんだけど、はい、うん、もう何マスク解禁されたの？そうだよ。あ、そうなの？先週ぐらいからかな。もう基本はマスクをしなくてもいいよと、うん、どっち そのさ、してもしなくても、うん、どっちでもええんやほいみたいなの僕一番困るんでそれ一番困るんで、はい、うん、年賀状も今年もよろしくお願いしますと同じぐらい困るよ、うん、お前によろしくされる筋合いないし、はい、こっちもよろしくする機会はないんだから、うん、書くなと思っちゃう派だから。送ってくんなと。そう。一応マスクまでは思わんけど。マスクは、うん、まあ、原則、うん、もうこの時点でもうもやっとすると思うけど、原則どっちよ。しなくていい。え？しなくていい。じゃあするなってことな。でもその室内とか人が多いところは、うん、まあ、その人の判断で、つけてくださいねみたいな。どっちよ。だから施設ごとに違うんだよ。しなくて怒られないでいいんですか？一応怒られはしない。しなくても怒られない、うん、でも周りからの白い目は来る。自分で決めろってコメントを教えてくださいよ。じゃあマスクするか。まあ人多いところ室内。大量にあるもん僕んちマスク500枚ぐらいあるよ黒いマスク。まあでもブスは隠せるからちょっとマスク文化僕は好きだったけどな。うん、いいと思う。寝起きのブッサイクな面でもマスクで顔の半分隠れるから、うん、そうそう、僕なんだ目元まで半分隠してたからさ。でっかいマスクで。もうマスク目の形で切り抜いて2枚つければいいじゃん。あ、いいね。うん。よくねえ。目出し棒でいった方がいいな、最初から。それちょっと便利だったな。マスク被るとやっぱりちょっとイケメンっぽく見えるじゃん。そう。鼻と口なんだな。髭、うん、剃らないでさ、うん、コンビニとか行くときもマスクで隠しちゃえば、うん、もういいんだよ。俺髭生えてくるからさ、あなたと違って。あ、そうなんだ。うん、ツルツルのむき卵みたいな顔して言ってるの。プリンだけど。そこで今、剃ってきたから、車に。なんで僕用に剃ってくんの？え？僕のために剃ってんの？そう、綺麗なツルツルの卵でいたいからさ。何僕の目線しかないじゃん、ここの。うん、そう。ここに来るっていう。大事じゃん。あー、何視聴者じゃなくて僕だけのために剃ってくんの？そう、仮に今こう二人で話してて、うん、もうボーボーの汚い顔で来たらさ、うん、喋ってる時にえずいたりするかもしれない、ね。
そんな汚ねえ顔だなっつって。人の顔見てえずくことはしないだろさすがに僕でも。僕は剃るより抜く方がどっちかっていうと好きだけどな、ヒゲだったら。はあ。やっぱ永久脱毛しても、うん、ポツポツなんかね根強いやつ生えてくるんだよね、うんうん、なるほど。だから5、6本とか生えてくんだよ、うん、はい。それやっぱ毛抜きで抜くじゃん、うん、そん時好きだけどね僕。痛くない？え、全然痛くないよ。毛な、ヒゲなんて、ヒゲ抜いても痛くないよ、はいはい、むしろさ、なんかヒゲを抜いてさ、うん、ピッて抜くじゃん、うん、そしたらさ、やっぱ毛根は抜けないけど、うん、なんかさ、下の方がやっぱ黒く丸くなってるの分かる？分かる分かる。あ、分かる、うん、僕あれで字書くの好きなんだよあのプルプルとスライムみたいなやつ。 あれティッシュに、うん、その字書くのが好き。ミケとか書いたわけちょっとこう押さえながらみたいなあー、なんでも中岡行けばいいな、もうマスクの話から毛の話まで、うん、全部中岡。でも切ったりするのはね大変だから、一回病院行って皮膚科行った方がいいと思う。どうやったら世界は平和になるのかって、うん、それ聞きたいね。世界の平和？うん、難しくない？もう隣の人、うん、近くの人、うん、みんなに愛を持って接する。うざいなとか思わず、相手の悪いところを見ようとしないで、うん、相手のいいところを見つけるようにして誰にでも接する。なんでイエス・キリストパクんの？そうなの？パクってないのか。いや、今俺の持論。聖書に書いてない？最初宗教はあんまり興味ないから俺。え、埋没棒の処理の仕方は分かんのに、うん、イエス・キリストの名言は一つも知らないんだ知らない。あ、2000年もすればこういうのも生まれてくるそうよ。新幕末ラジオ第126回、はい、ね、あったかくなってきましたな、うん、雪も綺麗に。今日も雨降ってるしね、うん、だいぶ溶けるよこれで。せっかく冬靴アマゾンでさ、うん、買ったんだけどさ、うん、今日冬靴開いたらカッチャ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 言って恥ずかしかったんだよなスパイク付き。そう、スパイク付きだから今時スパイク付きだ、うん、転びたくないから、はいはいはい、カッチャン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 言っててさ子供じゃないんだけど恥ずかしかったわ。買い替えないと。靴の中に砂利みたいなの入ってて、うん、裸足で靴履くと、うん、あの塩梅悪いんで、はい、それも取ってください。それは、うん、かかとを持って、うん、縦にして、うん、上ポンポンってやってひっくり返したら出てくるから。だからどこでそれやんのって話を。家の中でやったら汚いでしょ。玄関開けて外でやればいい。べちゃべちゃだから晴れた日にやってやいやだから、うん、そこでさ外で、うん、いや、やるよ外で、うん、あのパンパンって靴の中のやつ出すじゃん、うんうん、その時の、まあ、左靴だとしたら、うん、左足地面についてたら、うん、そこでまた靴下が地面の砂利吸って、うん、また履いた時に入るじゃん反対の靴の上に足置けばいい。またはいいな。え、今日すごいね。え、すごくね、パッ、普通だよ、それが。支援者だな。それから、足置かなくても、片足でバランス取ればいいじゃん。うん、お、すごいね。うん。次からそうするわ。うん。下ろさなくていい。下ろさなくていいんだ。うん。あと、靴の取るとき、うん、砂利とか、うん、靴べら、あの、中敷きか、うん。中敷きも外してやったら、綺麗に取れるよ。中敷きの裏に入ってることあるから。でも、親父の遺言でね、地面に足2本つけて立てって言われてるから、うん、どうしよっか。いつもふわふわしてんだからいいだろ。まあな。